侵入者はあいつだ。熟成じゃ。くっそ、倒しても倒しても敵が湧いてきよる。どうなっとるんじゃ。これは大切なものをなくしてしまったお話。転送完了です。ここはどこじゃ。別にどうってことのない普通の世界に見えるが。彼の名は赤羽、時空警察特殊機動隊、通称巻き戻し。今回来たこの世界、実はとんでもない子。ラッキー、流行ってるドーナツ屋じゃ。ちょっと赤羽さん、今は大事な話の途中ですよ。そう硬いこと言うな。腹が減っては戦はできぬだろ。おい、ドーナツを一つくれ。じゃあお前のそのネクタイと交換ならいいだろう。ネクタイじゃと？心配せんでもお金なら持っておる。金で？そんなもんいるけ。なぜじゃ、払う。ドーナツ買いてえならネクタイをよこせ。ドーナツなんて100円くらいやろ。金はあると言ってるじゃろ。まずい、赤羽さんは怒ると手がつけられない。ええ加減せえ、このアホが。ほいちょ、赤羽さん。なにやってるんですか。気絶しちゃいましたよ。しまった、頭に血が上ってうっかりやりすぎてしまったわ。たとえこんな状況でも巻き戻しは右目のタイムマシンリトライアイを使えば、リトライ、時間を巻き戻しやり直すことができる。もうドーナツはええわ。いやいや、最初からそうしてください。実は今回赤羽さんがいるのはお金の価値がなくなった世界なんです。お金の価値が、じゃと。だからさっきの天使はお金を受け取らなかったのか。そういうことです。この世界ではお金に価値はもうないので、欲しいものは自分が持っているものと交換するのが一般的になってしまいました。なるほど、物々交換ってことか。そしてあそこにいるのが今回のターゲット、和樹くんです。はあ、なんだかすんげえ寂しそうじゃな。何があったんじゃ。彼は今日ある事件で命を落としてしまうんですが、ある事情を抱えているみたいで。お金が価値を失った世界でまず起こることは武力支配です。ここでは野蛮な山賊たちが暴れ回り、食料や女性たちを無理やり奪っていっているのです。和樹くんも山賊により最愛の妹であるゆめかちゃんを奪われてしまいました。ふざけたやつらじゃの。和樹くんは勇敢にも妹を助けに一人で山賊に立ち向かったのですが、ゆめかを返せ。俺がレンタル中でバーゲー。小学生の彼が山賊たちにかなうはずもなく命を落としてしまいます。赤羽さんのミッションは和樹くんの命を守りつつゆめかちゃんを救い出すことです。あれ、赤羽さんどうしました。大丈夫ですか。当たり前じゃ。そんなふざけた奴ら大壊滅させるに決まっとるじゃろ。うわー、赤羽さん落ち着いてください。おい坊主、わしが来たからにはもう安心じゃぞ。え、お兄ちゃん誰。わしは時空警察の赤羽じゃ。お前妹を探しに行こうとしてるんじゃろ。わしが協力してやるわ。でも山賊の奴らとっても強いんだよ。そんなお前は一人で勝てるんか。いや、わからないけど。ならわしを連れてけ。一人よりも二人じゃ。うん、ありがとう。ちなみにその山賊はどこにいるんですかね。奴らは北にある農村部を拠点にしてるらしいんだ。よし、行こう。お、コンビニじゃ。カズキ、ちょいと腹ごしらえさせてくれ。ちょっと空腹では力も出んぞ。さっきドーナツ食えんかったからな。もう赤羽さん、なんじゃこれ。何にもないぞ。当たり前だよ、お金の価値がなくなってすぐにみんなが奪い合ったんだから。そうか、もうわざわざ物を買う必要がなくなったんですもんね。レジ打ちの店員も必要ないのか。あ、自動販売機はどうじゃ。何も出てこないわ。お金によって成り立っていた身近なサービスは完全に機能を失っているみたいですね。そういえば都市部なのにやけに人がいないのもその影響か。うん、こんなコンクリートジャングルにいる意味ないからね。みんな田舎の方へ自給自足の生活を目指して離れていったんだ。お金が価値を失うと、とにかく物を作ることが大事なんですね。誰か助けて。今の声は何じゃ。あっちの方からです。行きましょう。あの子です。大丈夫ですか。はい、急に野犬に襲われて足を。あの犬か。足から血が。これは感染症などがあるので危険です。カズキはすぐに救急車を呼ぶんじゃ。わしは犬を追い払う。うん、どっか行けや。しっし、来たよ救急車。おし、よかった、この世界でも救急車は健在なんですね。
これは重傷ですね。病院に連れて行きますか？もちろんじゃろうが。了解っす。じゃあなんか適当な食料でいいっすよ。ください。は？早く出発せ。だから食べ物と交換だって。じゃないと連れてけないよこの人。え、救急隊も物々交換なんだ。おのれ、お前はそれでも救急隊か。目の前でこんなに苦しそうにしてるのに。なら無償でお前はずっと働けるのか。こっちにも生活があんだよ。くっそー、リトライ。どこ行くんですか赤羽さん。先に女子高生の方に向かう。わしは何も持っとらんからの。ありがとうございます。これでよし、和樹の元に急ごう。もうすぐですかね。そろそろ着くはず。不憫な世界に来てしまったの。わっ、これは何じゃ。なんということですか。お金。捨てられた紙幣や小銭が山のように積み上がってる。何の価値もないゴミになってしまったんじゃな。あ、ちょっと隠れて。あそこだ、ネギシファーム。ここがアジトで間違いない。服装にネギシって書いてあったんだ。あの中にユメカちゃんが。ファーム？なんでこんな平和そうな場所がアジト？今では自ら食料を生産できるものが最も力を持てる世界だから、この広大な農場を山賊が占拠したんだ。ふむふむ、そういうことか。門番も二人いますし、何か作戦を立てないと。で、赤羽さんは？もう行っちゃったよ。お前たち、切られたくなかったらそこをどけ。ああ、貴様何者だ。悪いがてめえみたいな無法者を通すことはできねえぞ。死にたくなきゃとっとと蹴れ。おら、相手の戦力もわからないのにいきなりこれは無理あるんじゃ。黙っとれ。どっちが無法者じゃ。すごい、門番の二人を一瞬で。やっぱり赤羽さんの強さは本物だ。すごいよお兄ちゃん、めっちゃ強いじゃん。今さら何を言っておる。地球は丸いくらい当たり前のことじゃ。この調子でゆめかちゃんを見つけましょう。侵入者だ、全員集合。見張りに見つかりましたね。すごい人数、100人以上はいますよ。何人束になろうと雑魚は雑魚。カズキ下がっとれ。そう息巻いた赤羽さんだったが、41回目。おらよ。くっそ、失敗。470回目。背中がガラ空きじゃ。失敗。744回目。たまにも容赦せんぞガキ。カズキ失敗。多すぎる敵に大苦戦。もう無理じゃ。多すぎるわ。動きを覚えるのにリトライしすぎたわ。やっぱりすごい、あの数を一人でどうにかしちゃうなんて。ユメカ、どこにいるんだ。ユメカ。ああ、ちょいちょい、こいつがキーマンか。何？ユメカ、これはまずいですね。これで終わりだと思うなよ。うちら強くはねえが、カズならまだまだたくさんいるんだからな。そんな、まだこんなに数が。嘘じゃろ、なんなんじゃこいつら。体がもう動かんくなってきたね。赤羽さんはもう限界に近い。今からあの人数を相手にするなんて、リトライアイは精神的ダメージを大きく受けます。これ以上はもう。何言っとるんじゃ、全員叩き切ったるわ。オラ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 。なめんな。つえ、まだ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 。すごい、これが赤羽さん。うぜえ。うわ、カズキ。こんなに湧いてきたら拉致があかん。一人では難しいですね。赤羽さん、未来を変えられる確率は100万分の1。そう簡単には変わりません。そんなこと分かっとる。それでもここで諦めたら、ここで諦めたら、今まで何だったんじゃ。赤羽さんの努力に価値がないわけじゃありません。でも一度本部に戻って作戦を立て直してからでも、この数を一人で一度に相手するのはさすがに価値がないじゃと。いや、お前の言葉クリアルートになるかも。え、これで最後じゃ。リトライ。さっきと同じ展開ですよ。赤羽さん、どうするつもりですか。まあ見とれ、カズキ、今じゃ。巻きまくれ。了解、スイッチオン。なんだなんだ。これは大量の紙幣が宙を舞っている。捨てられていたお金ですか。そうじゃ、ファームには必ずあるんじゃ。大きい畜産用の送風機が
そんな価値のないもの飛ばしても誰も飛びつかんぞ。なんだ、さすが大量に舞いすぎて視界が悪い。奴らどこ行きやがった。見失うな。これが紙使った紙隠し。そしてもう一つ、バージョンアップ。これが神風、妹奪還じゃ。すごい、超高速で髪の中の敵を駆け抜けて取り返すなんて。あはは、どんなもんじゃ。これで脱出じゃ。すごい、ジェットコースターみたい。農場には必ずと言っていいほど換気用に送風機がある。それを使って大量にあった紙幣を飛ばし、敵の視覚を奪って一気に窮地を脱した。さすがの視野の広さと状況判断能力。これでミッションクリアですね。じゃあな、カズキ、ユメカ、もう山賊たちに襲われないようにな。うん、どっか遠くの田舎の方に逃げるとするよ。ありがとう、お兄ちゃん。ああ、ちょっと待つのじゃ。どうしたの？これ、二人にやるわ。ドーナツと変えられるくらいの価値はあるはずじゃ。え、いいの？ありがとう。わーい、ドーナツだ。赤羽さんは多少無茶苦茶なところはありますが、とっても、とっても優しい人だ。ご視聴ありがとうございました。とりあえずリトライしてもう一回見よっと。チャンネル